こんにちは。エクストリーム世界史ロシアの教育史ということでですね、もう世界史を語る上でこのロスチャイルドという一族は外しては語れません。いやそうですよ。だけど歴史の教科書にはなぜかほぼ一行も出てきません。そんな謎に満ちた一族についてゆいちゃんを中心に歴史を紐解いていきたいと思います。はい、都市伝説ではなく歴史的な真実のみをご紹介していきます。そうですね。では今回はどんなお話でしょうか。今回はですね、日本、もう日本がやっと登場してきます。うんうん。で今まではですね、その欧米ヨーロッパとか、うん、アメリカにどう影響を与えてきたかっていうことをやってきたんですけれども、はい、もちろん欧米だけではありません。日本にもものすごく影響を与えております。おう、まあ、今回ですね、明治維新というものがありましたけれども、まあ、あそこら辺からですね、うん、まあ、言うたら江戸時代の幕末ですね、から国際銀行家ロスチャイルドのお金が日本に影響を与え出すんですよ。明治維新は維新志士たちが命を懸けて日本を良くしようと思って作ったんじゃないですか。違います。坂本龍馬は日本の夜明けぜよって言って、うん、日本のために翻弄したんじゃないんですか。違います。そうなんですね、まあ、数々のね、うん、そういう美談が生まれ、はい、ヒーローが生まれ、うん、た明治維新なんですけれども、大体まあ、本に書かれたことは小説として書かれたことが、うん、このヒーロー像みたいな感じになっていって、うん、で実際の歴史とはまあ違うと。諸外国の歴史の研究家とかから言うとですね、うん、あれはクーデターだと普通に明治維新はね、そうですね、うん、言われることもよくありますね。で今回はですね、じゃあ坂本龍馬はテロリストなんですか。そうです。自分で言ってるわ。まあ歴史は勝者が作りますからね。そうですね。明治維新の志士たちが当然勝ったわけですから、彼らにいいように歴史を書かれてるってことね。じゃあその辺の明治維新について、はい、ロスチャイルドが絡んでると絡んでるということで、はい、そこら辺の話をゆいちゃんががっつりしていただきましょう。はい、ではその本題の話でも一つだけ神尾 TV からの重要なお知らせをさせてください。うん、今までね、神尾 TV ではコロナに関連する日本のマスコミを報道しない情報とかですね、うん、まあ、こういうちょっとやばい裏話やいろいろやってたんですけども、それやったらダメということで YouTube さんに怒られてしまいました。はい、そして今は規約で全世界誰もそのことについて言えなくなってしまいました。そうなんですよ。なので今は別の SNS で最新情報をお届けしています。はい、YouTube で内容がやばすぎて消されてしまった動画3つもあるんですが、そちらの SNS で復活させております。うん、メルマガでのみ動画見る方法をお知らせしています。 YouTube で本当にこれ以上言えませんので、大切な情報を見逃さないためにもぜひメルマガを登録しておいてください。動画やリンク貼っております。お願いします。もちろん下費はかかりません。完全に無料です。そしてその消された動画の内容は絶対にあなたが知っておいてほしい情報です。うん、特に女性の方は必ず一度は見ていただきたい内容となっております。ちょっとめんどくさいんですが、 YouTube の規約の関係で YouTube ではリンクもお知らせできないという決まりになっておりますので、お手数をおかけしますが、メルマガの登録をよろしくお願いいたします。お願いします。国際銀行家のお金が日本に影響を与え始めるのはまず幕末からです。うんうん、明治以降から今までの歴史の中で、特に戦争とお金の分野ではいつも、うん、ロスチャイルド系とかロックフェラー系っていうのが深く関わってます。まあ、国際銀行からですね。はい、で明治以降の日本の歴史っていうのはロスチャイルド系とかロックフェラー系とか、まあ、そういう人たちに使える国内の政治家によって起こされてきた戦争の歴史であるって言っても過言ではないとか、なんとか違います。坂本龍馬熱い石を持って薩長同盟を作って、最後は高村日本のためを持って鹿児島から戦ってたんです。違います。自分で言ってるわ。で明治維新っていうのは、うん、文明開化って言われるように、今の近代化された日本の出発点ですね。まあ、みんなのファッションが変わって、うん、考え方とか政治経済法律宗教っていう風に、まあ、全部が近代化って言って、まあ、ガラッと一気に西洋化していきます。まあ暦とかも変わったしね。ああそうですね。もう前から信仰のあり方とか、うん、そういうのもガラッと変わっていった時期じゃないですか。まあ太陽暦太陽暦になったりとか、うん、宗教で言っても、まあ
ね、もうちょっと後ですけど明治政府は国家神道といってね、神道を国の宗教にしたので、うんうん、仏教を全部潰しましたからね。そうですね、廃仏棄却でね習ったと思いますけども、うんうんうん、全部焼き払いましたからね。ですね。だから明治維新っていうのはですね、うん、まあ、鎌倉時代から700年あったんですよ、武士の世の中って、うん、あれが終わったってこと。おお、なるほど。で、今までは江戸時代は徳川家、うん、言うたら侍さんの、うんうん、侍さんが治めているトップだったって、はい、将軍がトップやったわけじゃないですか、うん、そっから天皇にまた変わる、はい、変わるというか、まあ、復興するっていう、復活する、うん、っていうのができた、まあ、今の近代日本近代の流れにこうの始まりですよね、はい、ということなんですよね。まず1853年浦賀にペリーの黒船が来航します、うん、はい、この時江戸幕府は松井さん鎖国中、うんうんうん、だからまあ開国しろみたいな感じで来て、はいはいはい、で1854年に日米和親条約が結ばれて、うんうん、日本は下田と函館を開港して、まあ、長いこと続いてた鎖国体制っていうのが終わります。あ、うん、ちなみにペリーさんもロスチャイルドの、ね、一族と結婚してますからね、うん、そうですね、うんうん、まあ、そっち系ですし、超そっち系。ちなみにペリーがやってきてみんなビビったわけですけど、うん、まあ、これ諸説ありますけど、まあ、実はもう枠部の人たちは知ってたと、うん、当然ね海外の情報を得られてたんでね、うん、でもあいつらの大砲はめちゃくちゃ飛ぶと、うん、内からの大砲は届かへんと、うん、だからどうしたかって言ったら言ったのがお台場なんですよ。あ、そうなの。あのお台場まで陸を伸ばして大砲届くようにしたんですね。うーん、 そんなん作ったから実は江戸幕府の人たちは教科書で言われてるほどビビってなかったっていうか知ってたと。なるほど、ね、説もありますね。で1858年に不平等条約である日米修好通商条約っていうのも結びます、うんうん、はい、その時の武士とか民衆たちの間には不満が蔓延して倒幕思想っていうのも強まっていきます、うんうん、そりゃそうですよね。で1866年には敵対してた薩摩藩と長州藩が徳川幕府を倒す目的で同盟を結びます、うん、薩長同盟ですね、はい、うん、坂本龍馬が説得したんです、うん、あー違う1867年に大政奉還が行われて江戸幕府第15代将軍徳川慶喜が明治天皇に政権を返します。っていうこの歴史に残る一大事件を成し遂げたのは、うん、めった地方の侍なわけなんですよね、うんうん、主に薩摩藩、長州藩、土佐藩っていう地方の下級武士たち、うん、あ、今言った鹿児島県、山口県、高知県みたいなところ、そうですね、うんうん、でその中でも代表的な維新の三傑って言われるのが薩摩藩の西郷隆盛と大久保利通、長州藩の木戸孝允っていう人なんですけど、当時敵対してたんですよね、うん、でもその両藩を結びつけたのが坂本龍馬であるっていう風にされてます。ほら、日本が頑張ってるよ、うん、でこの薩長同盟の結果、うん、倒幕運動が成功して明治維新に至ったってされてるんです、うん、ね、英雄、ね、うんうん、まあ、両藩を結びつけたのが坂本龍馬の大手柄ってされてるわけなんですけども、うん、はい、実はバックにトーマス・グラバーっていう武器商人がいたわけです。うん、実はね、でこのグラバーっていう人は、うん、ロスチャイルド家の系列会社だったマセソン商会の社員として中国の上海に派遣されて、でその後長崎に赴任してきてて、うん、でマセソン商会の日本支社としてグラバー商会を設立してたんですね、うん、で幕末の混乱に着目して薩摩土佐藩士なんか その倒幕側に武器とか弾薬を売り始めます、うんうん、まあ、言うたらロスチャイルドの手下が日本の出島に居座ったと。そうですね。で坂本龍馬に亀山社中っていう日本初の商社を作らせて武器も提供するんですね、うんうんうん、で薩摩藩と長州藩に打って、薩長同盟組ませて最終的に幕府と戦わせるっていう感じです。だから日本のためじゃなくて、もしかして日本のためやってるかもしれませんが、うん、日本のためじゃなくてもう、うん、めっちゃ武器売ったわけですよ。めっちゃ儲かったわけですよ。ああ、うん、神山社中きっと、うんうん、っていうことですよね、はい、だから若いその坂本龍馬がなんで大量の武器を薩摩藩長州藩に提供できたのか、うん、だって武器買うのお金いいのもんね、うん、そうですね、うん、
その資金どこから来たのかったら、うん、バックに資本家であるグラバーがいたから、うん、でそのグラバーのもっと上にはロスチャイルドがいましたよっていう話です、うんうん、だから坂本龍馬ってその時言うたら浪人やから、うん、何もお金ないし、そうですね、まあ、言うたら不良なわけですよね、うんうんうん、いきなりそんな武器買われへんし、で亀山社長作った時にいっぱい社員も雇ってます、そうですね、社員というかまあ武士ですけど、うん、その武士も不良武士いわゆるね、うん、今言ったら反社みたいな人です、うん、反社みたいな不良やからね、だって普通の武士はどっかの藩に属してんだからのに、そうじゃないってことはもう不良や、あ、藩に属してなかったのね、だから不良武士やから、あ、そっかそっか、なんか勝手にできへんでしょ、うん、それを雇うお金もいるわけですよね、うん、だって毎日食べさせなあかんね、うん、そのほかどっから来たんかって言ったらそういうことですよね、なるほど、そこは一切歴史の中で触れられないんですよね、亀山社長作ったよっていうとか教科書にも書いてありますけど、誰どっからお金来たんと、そう株主は誰かという話は書いてないわけですよね、ですね、じゃあグラバーさんがお金出してくれたということです ね、グラバーさんのおかげで倒幕をできて日本はこんな近代化になったんだグラバーさんが坂本龍馬を介して武器販売を行って1866年に薩長同盟を支えて倒幕に大きな影響を与えたっていうことはもう歴史的事実です、うん、だから龍馬は初めてブーツ履いたり新婚旅行行ったりって欧米のようなことをやったんですね、ですね、その影響を受けたから、うんうんうん、らしいですね、うんうん、初めてこう新婚旅行行った人って誰やと思ってね、うん、龍馬やっていうのがなんか意外ですもんね、うん、なんかかぶれとったんですよかぶれてた、完全に儲かってしゃがなかった、儲かってしゃがなかった最高言うとったロスチャイルド最高言うと言っとったじゃん、だって今はただの不良やったやつが急にめちゃめちゃ金持ちやったからね、うん、そういうことです、若いしね、そうですね、ロスチャイルドのロンドン家の当主ライオネルが出資するジャーリー・マセソン商会のグラバー、うんうんうん、が日本を開国させるのに坂本龍馬を使って薩長同盟を結ばせて武器を撃って儲けて、うん、で幕府と戦わせて開国させた、ライオネルは姉さんの子供、うん、そうそう、あ、姉さんメアロスチャイルド、イギリスに渡った人の子供のライオネルさんがやったってことね、そうですね、うん、起こすわね、イギリスロスチャイルド家ね、うん、幕府側にはロスチャイルドのパリ家のジェームス、うん、鉄道って言われてる人が武器を売ってたっていうふうにも言われてます、うんうん、ロスチャイルド家、イギリス家とフランス家が総出で日本に来て稼いでいったわけ、うん、そうですね、どっちにも武器売って、うん、そうそう、武器買っても回収できますもんね、ですね、うんうん、ちなみにジャーディ・マッソン商会はですね、うん、今はちょっと名前変わってますけれどもまだあります、全然、おう、うん、あ、設立当初の主な業務はアヘンの密輸とお茶のイギリス製の輸出ということ で、うん、で HSBC なんかもですね香港にありますけれども、ジャーディ・マッソンが香港でそのアヘンとお茶で稼いだお金をですねイギリス本国に送金するための銀行という歴史的、当初はね、はい、歴史的な背景が、事実がありますね。これ僕いろんなところで言いましたけど、うん、HSBC の初支店っていうのは横浜にあったわけですけど、うんうん、それなんと幕府が江戸時代に鎖国してたのに、鎖国してた頃ってな教科書になったら長崎の出島だけ攻撃していいっていう話でしたけど、実はもうすでにその鎖国してる最中に横浜にすでに HSBC の支店ありましたからね、うん、ロスチャイルドが横浜に行ったということですね、ですね、うん、独別な許可持ってたから当然銀行だったわけですからね、うんうんうん、もうそのやってたということですね、うん、出島だけじゃなかったということです、なかった、うん、なん当然ね、あそこまでアヘン戦争でもう欧米が中国に迫っているところで、うん、日本だけ無傷では入れないですよね、そうそうそう、らしいですね、それをしてたから幕府も用意してたってことですね、うん、一応ですね、うん、ロスチャイルドは日本で得た金ですね、金をアメリカに持ってって、うん、まあ同じぐらいの時なんですけれども1861年から始まる南北戦争で兵器の製造して販売してたっていうことです。でも3年後の64年にですね南北戦争終わってまうんですよね、うん、で武器がめっちゃ余ってもたんですよ、うん、ほんならその武器をどっかに売らなあかんっていうことで1868年に日本で戊辰戦争が起こされましたっていうことですね、うん、で日本では幕府側に売りつけたっていうことです、うん、だからロスチャイルドがアヘン貿易で清、うん、中国から銀を奪って、うん、日本からは金を奪って、うん、で日本、まあ、薩長に武器売って、うんうん、で南北戦争でもまた武器売って、で
で日本の幕府側に余った兵器を売って大儲けしました、うん、みたいな。もうめちゃめちゃ商売どう言ってもどう転んでもロスチャイルド家が儲かるっていうね。さらにここもっと深い話がありまして、うん、ロスチャイルドはさっき出たアヘン戦争で中国も支配したし、うん、でさっき出てきた日米修好通商条約って不平等条約、うん、日本とも日本にも不平等条約結ばせ、うん、中国にも不平等条約結べたんで、うん、何してたかっていうと、うん、これ数字は全然例えばですよ、うん、不平等条約なんで日本に対しては銀5枚で、うん、銀貨5枚で金1枚と交換しなさいっていう条約やったんですよ、うん、ね、で最初銀5枚持ってきて日本に金1枚と交換させます。その金を持って次香港に飛びます。まあ、中国に飛びます、うん、香港では今度不平等条約で金1枚に対して銀10枚払いなさいという条約だったんですね。だから日本から持って金1枚、最初5枚で買えた金1枚を銀5枚で買えた金1枚を香港に持っていた銀10枚になるんですよ、うん、だから銀10枚今度日本持ったら金2枚になりますからね、うん、金2枚今度持っていたらこっち20枚になりますから、ね、うん、20枚でこっち4枚になってこっち4枚持って、これでこれ一体来たりするだけで儲けたんです。すごい。これが不平等条約の本質なんです。ね、めちゃめちゃですよね。でそこで儲けたお金を今度アメリカに持って行って、うん、南北戦争でリンカーン買ったのはこの日本の金のおかげなんです、うんうんうん、だから今のアメリカが日本の金のおかげなんです、うん、ですね、うん、でそこでリンカーンに武器売りまくったけど結局武器余ったらどうしようかってまた日本に売りつけてきた、うんうん、商売上めちゃめちゃ商売上世界をね、うん、またかけて、うん、すごいですよね、うん、こうやって日本から金が奪われていたね、ジパングやったわけですからね、黄金の国やったわけですからね、うん、この国は。でも金どこ行ったってその時になくなったんですよね。いやありますよ、まだまだまだあるんですか、うん、まだまだあるんですか、うん、あるある。うん、じゃあ取りに行きましょう。あそこ、あそこ、どこ北朝鮮北朝鮮これはまあ YouTube 言ったらいけない撮ったらあかん、言ったらあかんやつやんね、それ。で1863年、うん、維新5年前に長州は5人の若者をイギリスに留学させるんですね、うん、でこの面倒を見たのもグラバーとマセソン紹介だったそうです、うん、つまりロスチャイルドが面倒を見たということですね、うんうん、この5人がですねものすごい日本の近代史に影響を与える人たちなんですよ。お長州5ですね。そうです、長州5です、うん、まあ、イギリスまで呼び寄せて教育して開国とその後の政府をまあ作っていくような感じです。自分の子分を養成したわけですね、うんうん、何も知らないこの島国の子分をまあ後で言いますけどめちゃくちゃ村の子たちですからね、うん、もうキラキラした目の5人をですねイギリスに呼び寄せて、うん、ほらこんなに都会的やろうってすげえだろうっつってやったわけですよ、うんうん、こんな国にしたいみたいなことを言っちゃって、はい、その5人とは、はい、まず初代総理大臣の伊藤博文。おう、うん、千冊のね、うんうん、昔やな初代外相の井上薫。おう、うん、日本工業の祖となる山尾洋三。お造幣局長になる遠藤金助。おで鉄道庁長官になった井上勝る。おでこの5人の長州藩士ですね。祖になる人ばっかりです。最初の初代大統領、うん、最初の外相、最初のみたいなね、はい、うん、でその後15人の薩摩藩士もイギリスに留学してます、うん、まあ、この人たちは政治家になった後ロスチャイルド一族の要求に沿った、まあ、いろんな制度改革の実行していくことになります。お、うん、ちなみにですね、まあ、長州藩長州藩って言いますけど、うん、江戸時代長州藩って言ってなかったんですね。正式に言ったら萩藩なんですよ。萩藩なんですね。でもっと言うと明治維新を起こしたのは長州薩摩、まあ塚本龍馬と言われてますけど、長州って山口、今言った山口県ですけど、うん、山口県全部じゃなくて、うん、その長州藩、まあ、萩藩の中のただの一つの村の話なんですよね。あ、そうなんですね。まあ、田伏村って今も田伏町って今もありますけど、うん、そこのまあ、当時村ね、田伏村の人たちがみんな、うん、田伏村の人たちの話なんですよ。どういうことかっていうとですね、なぜか村やのに大砲を持ってたんですね。大砲を持ってる、うん、で、うん、上位だ言うて外国船打ち落とせ打ち払え言うて、近く、まあ、海沿いなんでね、近くに通っている船を大砲で打ちまくってたんですよ、うん、フランス船来たら、フランスなんか日本に来てけしからん言うて大砲で撃って
沈めて、あ、当たったんですね、うん、他のオランダ船来たら沈めて、でもなぜかイギリスの国旗つけてる船は絶対狙わなかったんですよ。あ、そうなんだ。だってイギリスかお金もあったからね、まあ、ロスチャイルド機かお金もあったから。へえ。でその一つの村、タブセ村からもう今も調べてもらったら分かりますけど、信じられへんぐらいの総理大臣とか出てますね、有名人とか政治家とかも出まくってますからね。ね、人口 1.4 万人やから考えられへんぐらいの比率で出てますからですね、うん、そういうのがあったと言われておりますね。らしいですね。タブ制システムと言われてますね。あ、はい、うん、日本の別にあれ、そのタブ制もらいたい人、一部の人たちがそのロシアの、まあ、グラバーさんとかお金もらって日本を作ったわけです、うん、ただ一つの村から始まる、うん、明治維新というのはね、うん、そんなこんなで、そんなこんなでね。まあ実はそういう流れで、まあ、今回の動画見ていただいたらですね、全く、まあ、歴史の教科書で言われているようなそういう維新というものは、文明開化みたいな、そういうもんではなくて、ただのロスチャイルド家にコロ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 やられただけやったのではないかというお話でございました、うん、ちなみに僕が言ってた坂本龍馬はなんか何々ぜよ言うて、なんか豪快な人で、うん、日本の夜明けぜよって言って、あれは全部、まあ多くあれほぼ司馬遼太郎さんの龍馬とかの小説の影響で、あのただの作り話ですからね。そうですね。実際司馬遼太郎さんも言ってますけど、大龍馬とかの龍馬って、うん、あの坂本龍馬の龍って難しい方の龍ですけど、大龍馬の龍はあの簡単な方の龍ですから、絶対これ違う人物、ただの創作ですよって言ってるんですけど、あんまそこに気づかず、あれが本物の坂本龍馬やったんやってみんな勘違いしていることも一つの原因なんですよ ね、そんなことはなかったという、うん、ただテロリストだったということね、うんうん、そうですね。まあまあまあ、だって今の時代あんなことしたらテロリストでしょ。うん、絶対テロリスト、うん、うん、すぐ捕まるよね多分ね。まあ株式会社亀山社長って作って、うん、イギリスから武器もらって売ってたらすぐ捕まるでしょ。そうですね。まあそういうことですよね。うんうんうん。明治維新はやばい話いっぱいありますけどね、まだまだ。そうですね。今回はまあさらっとさらっとこれ流しただけなんですけれども、うん。うん、まあ今回のことでですね、まあロスチャイルドが日本の近代史にものすごい影響を与え始めたということが分かっていただけたのではないかと思います。大政奉還した時は光明天皇やったら、なんで明治天皇に変わったんですか。あれそれちょっとね、あんまり触れたらかまた今度じっくりやりましょうね、うん、まあ、若くして亡くなられましたけど。あ、そうです。え、うん、あれ、うん、まあね、なんかこう、うん、なんかこうな、あいってなった、あいってあの人の写真が、え、おーい、ね、タボセの写真に写ってる、あれ、うん、やめなさい俺が止めなあかん今日の話は明治維新の裏話レベル1ですから、ね、そうですね、まだまだありますから、うんうんうん、あ、でもこっちで言われへんか、またどっかでどっかでね、テレビに言いましょう、うん、ではちょっとまだ長くなったんですけれども、はい、次回はどんなお話でしょう。やっぱり日露戦争ですね。お、日本続きということで日露戦争に行かせていただきます。まあ本当にやれいっぱいやらなあかんことあんねんけど、え、日本が大国ロシアに沈めたっていう、あれもロスチャイルドのお金があったんですか。っていうかもうやらされただけですよ。でも本当に素晴らしい軍人さんとか、うん、たくさんね、英雄的な人とかたくさん言い張ると思うし、日本軍も強かったんやと思う、日本人も強かったんやと思うんですけれども、違います。あなたにお金があったから語るわけです。お金があったからって腰抜けたどもでは語れへんわけですよ、うんうん、それはもう兵力というね、うん、そういうのはあったでしょうけれども、やっぱり一番はお金やったということですよ。それはね、軍艦とか人の力だけでは軍艦なんか語れへんわけやから、はい、うん、ということですね、うんうん、その辺でまた裏話もしたいと思います。はい、そうですね、冒頭言ったコロナに関してもこうやばい裏話いっぱいあるんですけども、ちょっとこっちのね YouTube で言えませんので、その情報を送りさせていただくため、まだの方はぜひ皆様の登録しておいてください。お願いします。動画のリンク貼っております。はい、この動画をここまで見てまだチャンネル登録しておられない方はぜひチャンネル登録もお願いします。高評価ボタンを押して応援もよろしくお願いします。動画欄にこの動画に関する詳しい説明も書いておきますので、復習の意味を込めてぜひ一度見てみてください。 Instagram や Twitter などのリンクも貼っております。それでは今回も見ていただきましてありがとうございました。まあ、もう本編長くなったんで、もうでも見た話がいっぱいあるんで、どうしたらいいでしょうか。小出しにしてみたらいいと思う。
まあ、今回はですね明治維新、うん、まあ、特に維新志士側にはイギリスのロシア時が来て、はい、開国に成功させたというか明治維新成功させたって話ですけど、まあ、前回の、うん、前々回の話にありましたけど、その後フランスロシア時も入ってきて、そうです、ね、日本銀行を作ったし、うん、まあ、日本の工業の外もやる渋沢栄一さんも、うん、結局フランスあの人言っててね、うんうん、ロシア時計のお世話になって、フランスロシア時計のお世話になって戻ってきて、 そうですね、その人の子分が松方さんが日本銀行を作ってますから、そうそうそう、フランスロシア時計も入っていますから、ね、入ってます。イギリスの、あ、日本の法律はイギリスとかフランスとかの法律、ドイツが法律取ってますからね、うん、もういろんなとこ取ってるわけです、うん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 、いろんなロシア時計が入ってきてるってこと、ね、いろんなロシア時計思えたらもうロシア時計の縮図みたいな感じですよね、うん、そんな国も逆に珍しくない。あ、そうかもしれないね。どっか今イギリスだけフランスだけっていう国はたくさんあるけど、いろいろ影響を与えてるっていうのは日本は結構特殊かもね。和を持ってトートスやな。ロシア時計さえ和してしまったね。なそうなのかな。それでいいんだ。美味しかったからちゃうやろ。日本は金いっぱいあるし、うんうん、もう取りたかったというか、もうほんま良かったんちゃう。美味しいとこやったんちゃう。まあ、でも中国が一番美味しかったと思いますけど ね、 あ、まあね、イギリスのロシアイルドにとって、うん、うん、あれやばかったんちゃうだって、まあ、言うとアヘン、まあね、その当時は麻薬じゃないけどさ、うん、薬だけど、でも、うん、その、まあ、言うたらえらい貿易をするわけじゃないですか、はい、うん、まあまあそれは置いといて僕の話はいいですね、うん。まあ、当時中国はね、いろんな国の宗主国でいろんなとこから富が集中してたからね、うん、全部持っていたわけですからね。そうですね、うん、美味しかったでしょそれ。というわけで僕たちが教科書を習ってきたことはかなり上っ面というか、そうですね、嘘ばっかり、嘘ばっかりじゃないんですよその結果どうなったかっていうところだけ書いてあるというか、その裏で何が何の狙いでそうなってるかとかは書いてないっていう感じじゃないですかね、うん、なるほど、誰がお金出したかは書いてない、ね、書いてないですね、うん、それ全部書いといてくれたらねそう、絶対そうです。だって絶対お金ないと去年何もできないわけですから、そう、昔からね、太古の昔から、うんうん、ですね、うん、日本次の日露戦争も日本が勝ったということを書いてますけど、うん、当然戦争するのは莫大なお金がかかるわけですし、うん、当時国力が圧倒的に下がったロシアになんでそんな戦えたのか、そう、戦いがいくらうまかったか言うたって、もう今は 剣で戦う時代じゃないからね。そうですね、武器で戦う時代ってことは出っ伏しじゃないから ね、うん、そんなんじゃないのでどっかお金出てきたのかとか書いてないですからね、ですね、まあ、そういうとこを見ていくとまた歴史の一つ 裏が見えるんじゃないかと思います、うん、ということで長くなってきたんでこの辺でまたチャンネル登録と高評価ボタンの応援もよろしくお願いします。裏話もこれからいっぱいしていきたいと思います。